次のお題は。待て、ただお前カードが4枚しかないぜよ。悪いな、僕は自分のことは誰よりも理解してるぜ。2人出せないぜ。年齢がまずいぜ。高校生だぜ。いくつだぜ。いくつなんだぜ金城。お主のいくつぜ。若きリーダー19歳とかだったらどうするぜ。ただ悪いから、マフィアって。まあマフィアって悪いから。まあ悪そうで悪ぜ。悪目だし。確かに色図は負け戦、すぐ顔赤くなる。飲酒で配信事故を起こしている。八代さん、酔ってうちで何回寝たと思ってるぜ。お前もいたぜその時。3回はいたぜ。すまんルカ。俺はマフィアのバース、ルカ金城だぜ。ボックス悪魔。何だぜ。強いんか。いや分からん。俺も分かんない。でもこれ多分みんな分かんないままイメージでいくぜ。でも酒っぽいぞマフィアの。逆にどういう、スーツ着ててこの風貌、お酒絶対強いぜ。それはこっちもぜ。まあ、確かにそうだぜ。それは認めるぜ。 このタトゥーで酒弱いは嘘ぜ。これあれか、洗ったら消えるやつか。流行りのな、2週間くらいで消えるやつかもしれん。いやそんなはずないぜ。なんで疑ってるんだぜ自分のカード。最強だぜ、マフィアのボスぜ。絶対言わないぜ、あの低音ボイスで。どんだけもう主語ぜ。お嬢さん酔ったのかいって言ってるのが想像できるぜ。いやもうなんか酒のチェイサーで酒飲んでるぜ。それ大学生の飲み方かと思うぜ。あ、はい、じゃあそれでは、はい、どっちが勝ったかスタッフは札を上げてください。せーの。おー、クズハン2票だぜ。これは互角だぜ。これはぶっちゃけ時の運だぜ。どっちが勝っても理解できるぜ。そうぜ。フロアがなんかやる。